私の名前はパニコ、28歳です。強くて優しい旦那の務と結婚したばかりのラブラブです。今は幸せな私ですが、中学2年生のほんの一時期だけ不登校になった過去があります。原因はクラスメイトだった美咲からの嫌がらせ。もともとは美咲が他の男子に嫌がらせしていたのを、その子をかばった私に腹を立てて標的を私に移したんです。美咲の嫌がらせはひどいものでした。変な噂を流されたり、上履きを隠されたり、トイレに入ってる時に上からバケツの水をかけられたり、嫌がらせに参って私は不登校に。ちょうど父の転勤が予定されていたので、引っ越しを早めて私は転校することになりました。だから不登校とは言っても、実際にはほんの一時期だけなんですけどね。おかげで仲のいい友人ともゆっくりお別れを交わせず、初恋の男の子とも引っ越しの日にお別れ。甘酸っぱい思い出です。でも今の私はとっても幸せだから、過去の話なんて気にしません。それに最近嬉しいことがあったんです。なんと中学時代に親友だった春と京子が SNS 経由で私に連絡してきてくれたんです。美咲から何度も私を守ってくれた春と京子、彼女たちとまた会える日が来るなんて。私たちは SNS で連絡を取り合い、久しぶりに会おうという話になりました。そして今夜がその当日。楽しみ。乾杯。久しぶり。15年ぶりぐらいだね。ほんと久しぶり。パニコ変わってないね。若く見られるでしょう。童顔だからね。こんな童顔なのにラブラブ新婚さん。もう幼妻かよ。いしし。懐かしい話に花を咲かせる私たち。ワイワイ盛り上がっていたのですが、突然化粧の濃い見知らぬ女が私たちのいる個室に入ってきました。やっぱパニコとハルと京子じゃん。久しぶり。見知らぬ女はどっかりと私の隣の椅子に腰掛けました。は？誰かの知り合い？どちら様ですか？やだ、私よ。美咲。中学の時クラスメイトだった美咲よ。美咲？化粧が濃いせいですぐにはわからなかったけれど、確かによくよく見たら、あのニックキ美咲ではないですか。その瞬間、私の頭は真っ白になりました。美咲？なんで？京子、あんた美咲に声かけたの？なわけないじゃん。美咲、どうしてここに？私、今、飲食店の予約センターで働いてるんだ。入力作業してたら、予約リストに春の名前を見つけたの。同姓同名かと思ったんだけどね。サプライズのデザートのプレートのメッセージを見たら、パニコ、結婚おめでとうなんて書いてあるじゃん。サプライズをばらさないでよ。あんたのせいで台無しじゃない。いいじゃん。それで、もしかしてって思って、職場の近くだったから来てみたんだよね。あんたなんて呼んでないわよ。ほんとだよ。美咲、中学時代にパニコに何したか覚えてるでしょ？謝んなさいよ。はぁ、そんな昔のことを根に持ってるなんて。粘着質。昔の話じゃん。大人になっても美咲は、あの頃とちっとも変わっていない様子です。空気も読まずに自分のペースでベラベラと喋り続けました。てかパニコさ、全然変わってないじゃん。相変わらずチビだし地味なまま結婚したんだって。よく旦那が見つかったね。もしかして出来婚に持ち込んだ技あり一本。パニコ、なんかごめんね。私が予約サイトなんかで予約したせいで。もう帰ろうか。このままじゃパニコがかわいそうだよ。確かにこのままでは美咲のせいで憂鬱な飲み会になってしまいます。でも突然帰るとなると、せっかく料理を準備してくれていたお店にも迷惑だろうし、キャンセル料もかかります。それにこの場を用意してくれた春と京子に悲しい思いをさせたくありませんでした。大丈夫だよ。私なら。中学生の子供ならともかく、今は大人だしね。美咲の暴言くらいスルーできるって。春と京子の手前、私はちょっと強がってみせました。ひとまずこの場はなんとか耐えてみせよう。どうしても我慢ができなくなったら、その時点で場所を移動すればいい。そう考えていたのです。私と春と京子はできるだけ美咲を無視するようにしました。バニコの旦那ってどんな？どうせ大した男じゃないんでしょ私の彼は港区のマンションに住んでてめっちゃかっこいいの。ほら見て、カルピの写真。美咲は私たちにスマホの画面で彼氏の写真を見せてきますが、私たちは華麗にする。バニコはどこに住んでるの？マンション？一軒家？何 LDK？ 家賃は？しかし私たちが無視を続けるので、だんだん美咲はイライラしてきたようです。もうなんで無視するの？イケメンのカレピが羨ましいわけ？頬をガマガエルのように膨らませて美咲は拗ねていました。このまま無視していればつまらなくなった美咲も帰るに違いないと思っていたのですが、さらなる悲劇が起きてしまったのです。美咲が乱入してきた10分後、サプライズのデザートプレートを店員さんが持ってきてくれました。あ、プリンだ。ケーキはスポンジじゃなくって可愛く飾り付けされた私の大好きなプリンでした。私プリン大好きなんだ。覚えててくれたの？もちろん忘れるはずないよ。さ、食べて食べて。春と京子が私にスマホのカメラを向けて録画ボタンを押しました。パニコ、結婚おめでとう。おめでとう。ありがとう。じゃ、いただきます。私がプリンを食べようとした瞬間、急に目の前が真っ暗になりました。そして顔にドロッとした感触が。うわー。プリンのデザートプレートが私の顔に飛んできたのです。顔はプリンでぐちょぐちょに。もちろんやったのは美咲です。ちょっと美咲、何やってるのよ大成功。私、一回パイ投げってやってみたかったんだよね。お祝いを盛り上げてあげたんだよ。最低。先ほどまでは美咲がいても、なんとか耐えようと思っていました。でも、もうここまでされたら黙ってはいられません。二人が用意してくれた、私のプリンを台無しにしたこの女を、絶対に許さない。トイレに行ってくる。私は顔にプリンをべったりつけたまま、それでも冷静な声で言いました。店員さんに訳を話して大量のおしぼりをもらい、春と京子に手伝ってもらいながらベトベトの顔や髪を拭いて、それから私はある人物に一通の LINE を送ったんです。するとその人物からは、これから行く、美咲を引き止めておいてと返信が。さあ見てなさいよ。中学時代の恨みも今日の恨みもまとめて報復してやる。あの頃とは違うってこと思い知らせてやるんだから。待つこと10分、私が LINE を送った人物がやってきました。パニコ、お待たせ。皆さんお邪魔しますね。現れた男性の顔を見て美咲はもうメロメロだって。その人はものすごいイケメンだったのですから。身なりも良くて、いかにも高級そうなスーツを着てます。それにスーツを着ててもわかるくらいに鍛え上げられた肉体。まあ女だったらクラッときちゃいますよね。美咲はいきなり男性の腕に自分の腕を絡めました。あー、イケメン。誰が呼んだの？離れなさいよ。その人私の夫よ。美咲は私の言葉に眉をひそめました。しかしニヤッと笑うと、再び私の旦那に胸を押し付けてベタベタし始めたんです。はじめまして、私美咲って言います。パニコの友達なんですけど、まあこっちは中学からモテモテで、向こうはネクラなジミコでなんていうか格が違うっていうか、あなたみたいなイケメンにはパニコは釣り合わないんじゃないかな。もっとふさわしい女の子がいると思います。例えばわたしとかちなみに私は既婚者でも全然 OK なんですけど。妻を目の前にしながらぐいぐい自己アピールする美咲の見苦しさに、私も春も京子も心底呆れ返ってしまいました。それはつとむも同じだったようです。トモは手のひらでぐいーっと美咲の方を押して自分の体から引き離しました。え？厚塗りファンデーションがスーツにつく。汚い面で俺のスーツを汚すな。胸を押し付けられてもただキモいだけだし、臭い。匂いで鼻が曲がる。だいたい自分が誰にひっついてんのかもわかんないのか。ストムはミサキを睨みつけました。え、何？ミサキはストムに睨まれてハプハプしながら頬をストムの手で押されて固まっていました。俺はストムだよ。中学で一緒だった。お前がパニコに嫌がらせする前にターゲットにされていた。はま？そう、夫のストムはもともと中学の同級生だったんです。ミサキがストムに嫌がらせをしていて、当時ストムが好きだった私はストムを守りたくてミサキを止めたのでした。それが原因で私はミサキから嫌がらせを受けることに。パニコの結婚相手ってストムだったの？一体どうして付き合ってたの？あー、思い出すな。あの引っ越しの日、俺がパニコに引っ越しの日に詫びに行って、パニコ守れなくてごめんなって、俺がそう謝ると、いいよ、だって私ストムのこと好きだったんだもんと私が告白すると、ストムは俺もだよパニコ。なんと2人は両思いだった。しかしそれが分かった時には2人は運命の別れ。俺大人になったらパニコを迎えに行くから、それまでにパニコを守れるくらい強くなるから。走り出すトラック、追いかける俺、手を振るパニコ。ストムー、ストムー。涙を流しながらちぎれるくらい手を振る私かー、甘酸っぱい。ちょっとあんたたち説明するふりしてのろけるのやめてくれる？あ、バレちゃった？いしし。ストムって、だってあんたチビでガリ弁でヒャロで。あれから俺はスポーツに打ち込んで体を鍛えたんだ。成長期で背も伸びたしな。真剣に勉強していい高校といい大学にも入った。見た目もちゃんとしてなきゃいけないと、高校に進学してからはおしゃれにだって気を使うようになったんだ。それもこれも全部パニコのためだ。愛されてる。憎いよ、ヒュヒュ。いしし。私だって幸せだもん。港区のマンションに住んでるイケメン彼氏がいるんだから。その時、個室のドアがノックされ、一人の男性が現れました。社長、お車の用意ができました。お付きになったらすぐにお食事とシャンパンを運ばせる手はずも整っております。ああ、ご苦労。じゃあパニコ、それから京子と春も行こうか。行くってどこへ？新婚家庭の我が家六本木ヒルズの最上階なの。ストムは今パニコレテクノロジーズの社長なんだ。パニコレテクノロジーズ？あの超有名な IT 企業の六本木ヒルズ？しかも最上階？うん、だからマンションに行って4人で飲み直そうよ。ここじゃゆっくりできないだろ。社長、ヒルズの最上階？私も行く。ストムの言葉を聞いて、ミサキは鼻の穴を3倍くらいに広げて私にしがみついてきました。しかし私は素早くミサキの体を引き剥がし、にやりと笑って言いました。残念ながらミサキはお呼びできません。なんでよ、いいじゃない。まあ、お前なんぞ誰が呼ぶかボケーと言ったらそれまでなんだけどね。そうでなくてもミサキはこれからお忙しくなるみたいだし。するとストムの秘書の背後にいた一人の男性が個室に入ってきました。スーツ姿の中年男性で、口をへの字にした厳しい表情をしています。部長、どうして？ここの店のスタッフさんから緊急で連絡をもらったんだ。君はなんてことをしてくれたんだ。研究どころじゃ済まんぞ。さっきトイレに行った時、お店のスタッフさんからミサキの職場である予約センターに連絡してもらっていたのです。社員が利用者の個人情報を盗み、さらにパーティーを台無しにされた、法的措置も考えると言ったら慌ててすっ飛んできましたよ。ミサキにパイ投げされた時の動画もあったので、証拠はバッチリでした。ミサキの上司は私たちにペコペコ頭を下げ、ミサキをつまみ上げて店の外へ連行。待って、ヒルズが。まだそんなこと言ってるのか。お前はクビだ。クビどころじゃない、会社のデータの無断借用で法的に訴える。とことんまでむしり取ってやるから覚悟しとけ。そんな。だんだんと遠ざかる部長さんの怒号と美咲の泣き声を聞きながら、私たちは大笑いしました。その後に聞いた話では、あの日私たちが行ったあの個室居酒屋は、美咲の勤めていた予約センターとの契約を打ち切ったそうです。もちろん美咲のことが理由です。かなり大手の全国チェーンだったために、予約センター側からしたら契約打ち切りは大損害だったみたい。さらに業者間の横のつながりって怖いですよね。あそこの予約センターを使うと、予約客の個人情報がダダ漏れって飲食店の間で噂になって、利用店が激減したらしいです。美咲はもちろんクビ。それだけじゃなくて、予約センターに損害を与えた損害賠償も請求されているらしく、一体いくらの請求になるのか恐ろしくってとても聞けません。無職の借金持ちになって、港区のマンションに住む彼ピからも振られたそうです。自業自得ですけど。この間なんとストムの会社に美咲から連絡があったらしいんですよ。ストムの会社で働かせてほしい、中学の同級生だから雇ってくれるはずだとか。ありえない。有能な秘書がシャットアウトしてくれているので、こっちに押しかけてくる心配はないと安心しています。私は勤とラブラブ生活を満喫しているのは変わりませんが、あれからも春と京子とは仲良くしています。この間も一緒に食事をしたばかり。これからもずっと仲良くしていけるといいな。あれからどう？つとむくんと仲良くしてる？えへへ、相変わらずラブラブだよー。いいなあ、新婚さん。子供のこととか考えてる？うん、自然に任せるつもりではあるけど、私もつとむも子供好きだから早くできたら嬉しいな。へえ。ねえ、パニコとつとむに子供ができたらどんな子になるかな？多分すっごく可愛いだろうね。実はさ、うちのお姉ちゃんから予言されたんだよね。あ、覚えてるよ。すごく勘が良かった刃のお姉さんでしょ。そうそう。でね、来年には女の子が生まれるだろうって。どうかな、当たるかな。きっと当たるよ。パニコのお姉さんの予言だもん。当たるって。やっぱり多分当たるだろうと思って、もう名前も決めてあるんだよね。パニミって名前にするの。パニミちゃんいいね、かわいい。私たちにも絶対合わせてよね。もちろん。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。